ゲストの皆さんとトークしていきましょう。あおちゃんよろしくやむ。はい、ということでまずはナイトオールさんから聞いていきたいと思います。はい、はい、うん、ナイトオールさんは番組初登場ということで、私も初登場意外だなって思って。なんかよくアットジャムであの出演者さんを呼ばせていただくんですけど、はい、そういう時にめっちゃナイトオールってもうめっちゃ言いやすいからなんか来てると思ったらまさかの初登場ということで、はい、うん、緊張します。どうですか大丈夫です、はい、ということで改めてどんなグループか教えていただいてもいいですか。はい、夜をコンセプトにしておりまして、ナイトオールというのが直訳で、夜のフクロウという、うん、ことになってて、うん、フクロウが縁起物なんですよ。なので楽しい夜とかなんか寂しい夜とかも、うん、私たちが幸せを運べたらいいなと思ってライブをしています。夜の活動が多いですか。そうでもないです。昼もある。昼も出ます。はい、ということで今年も前半が終了したということで、今年の上半期印象に残ってることとかありますか。はい、今年の上半期にやむやむ祭ツアーっていうツアーをさせてもらって、うん、それに向けてあのファイナルが恵比寿リキトルームで、うん、ナイトオール史上最大キャパやったんですけど、うん、それに向けて進んでいく中でメンバーの凱旋公演があったりだとか、うん、あとはあの配信、毎週配信をしてお客さんと一緒にセットリストを決めたりとか、主催ライブのに出てもらうアイドルさんを誰にしようかってみんなでお客さんと一緒に作るっていうのを初めてやって、結構それが印象に残ってるのが上半期だなって思います。ファンの方からも好評でしたか。そうですね、好評だったですよね。それがあって、その自分たちの挑戦する最大キャパやったんですけど、うん、でもそれも、ありがたいことにチケットもソールドいたしまして、うん、すごい、はい、無事成功ということで、うん、皆様のおかげでございます。おかげです、本当に、はい、ありがとうございます。そして昨日はイオちゃんのソロライブを開催ということで、はい、はい、すごいソロライブ、どんなライブでしたか。私の夢がアニソン歌手になることで、うん、できそうそれで、グループではこう踊ったりとかするんですけど、ソロの方は歌に集中して、1時間歌うということですね。今年がそのソロの2周年のワンマンライブだったので、そちらもたくさんの人に来ていただいて、そして10月には大阪でのソロライブも決まっているということで、はい、どんなライブになりそうですか。こちらはディナーショーになっております。おしゃれ。去年も去年初めて東京と大阪でやらせていただいたんですけども、うん、今年は大阪で、1本なんですけど、ハロウィン編ということにして、ハロウィン、うん、ちょっとなんか仮装とかしたりとか、なんかその日だけのなんかカバーライブをしたりだとか、なんかちょっと仮装パーティーの、おー座って歌をゆっくり聴けるような夜にしたいかなと思っております。おじさんとかおばさんがやる、あ、そのまで言ったらおじさんとかおばさんのアーティストがやるイメージあるやん、うん、確かに、うん、でもなんかライブハウスあんまり足を運ばない、うん、なんかファンの方の親御さんとか一緒に来てくださったりとか、ゆっくり見れるの、それ面白いことだね。確かに楽しみです、はいはい、そして11月の4日には横浜ベイホールにてワンマンライブの開催も決定しているということで、どんなライブにしたいとかありますか。こちらまたその前回もナイトオール史上最大キャパって言わせてもらってたんですけど、今回も初のね1000人キャパを目指すということで、そのね、もちろんキャパシティキャパシティってうちら言っちゃうんですけど、でも過去一の夜をねやっぱ届けたいなと思ってるので、これからあと4ヶ月くらいなんですけど、はい、ちょっと気を引き締めて私たちも楽しい時間作れるように頑張っていきたいと思ってます。はい、はい、そしてじゃあ改めてグループとしての今後の野望とかありますか。さっきそれ話しててで、なんかでっかいフェスとかしたい。主催で屋台とかめっちゃやりたい。屋台とか屋台なんだ。ライブじゃなくて、で行きつけの大阪に行きつけの油そば屋さんがあって、どこですか。キリンジっていうアメリカ村にあるんですけど、震災場所に、うん、
お呼びとかしたいな。楽しそう。ちょっと行ってみたいな。食べ物ばっかり。ちょっともし屋台出したら行かせてください。もちろんです。出演していいですか。なかなかライブやんないんで。そうだな。そのお願いします。よろしくお願いします。ということでここでこのコーナー、これどういうことやねん謎ポストを検証します。今日もゲストの謎ポストを検証していきます。ではりのんちゃんのポストから、はい、何があったとかじゃなくても時々赤ちゃんになりたい時ない？もう全部嫌だわーんってしたい時、今それやから一人で赤ちゃんごっこしてる、かっこ20代独身女性アイドルという謎すぎるポストについて検証します。読み上げられると恥ずかしい。いや赤ちゃんごっこって何じゃんか。いや赤ちゃんごっこはですね、もうすべて力を抜いてベッドの上にひっくり返ってうわーってやるだけなんですけど、ないですかこれ皆さん。え、あります、うん、ありますよね。ありますよね。あるんですよ人間、うん、まさかに。でもこれをまさかピックアップされると思わなくて消しとけばよかったって思いました。見て日本語で OK って書いてる。で、あおちゃんも実際にやるやんな。え、なんか泣いてる赤ちゃんとか見ると羨ましいなって。なんか大人になってギャーって泣いてたらちょっとやばい。だからなんかみんな大丈夫じゃんもか、病んでないじゃんもか。病んでる、どうだろう、病んでないけど、病んでないけど、ね、赤ちゃんには戻りたくなりますよ ね、 ね、一度赤ちゃんにね戻る日も大事なので。うん、皆さんも、まあ、のファンの方のリプライで、はい、あの独身報告で一安心って書いて。確かに既婚者だったらちょっと怖いかも。確かに。ちょっとわざわざ書かんでいいほんまやな。ちょっと変なポストばっかしてますけど、うん、これからも注目するじゃん。以上です。あおちゃんお返しするじゃん。はい、それでは続いてジャパナリズムさんに聞いていきたいと思います。はい、はい、ジャパナリズムさんは2月以来の登場ということで、はい、今年も前半が終了したんですけど、うん、あの振り返っていかがですか。はい、ジャパナリズムは今年2月にジャパンエキスポタイランド2024に初めて出演しました。なので初タイ遠征ということでタイに行ってきました、うん、いいな。タイどうでしたか。はい、めっちゃ暑かったです、うん、暑い。暑かったです。2月だったんですけど、うん、もうなんか猛暑だし湿気もすごくて、うん、なんかすごいみんなペタペタするね。でもご飯が美味しかったです。おあごタイのご飯行ける人ですか。行けた人です。でもなんか同じお店に、あ同じようにお店に3日間ぐらい通いました。どこ行ったらいいか分かんなすぎて。タイ料理です。何が好きですか。ガパオライス。あガパオが美味しかったし、あとトムヤムクンも美味しかったです、うん、トムヤムクンってタイリアンのタイなんだ、うん、知らなかった。そうなんですよ。パクチー克服しました。おー、うん、じゃあ生きていける。生きていけますか、うん、はい。そして先日は韓国に行ってたんですか。そうなんです。いいなー、めっちゃ行ってる。韓国にすごい海外遠征にたくさん行ってるんですけど、うんうん、韓国はあのファンの皆さんがすっごい熱量がすごくて、もう日本語でコールするので、すごいフロアが暖かくて、うん、ウェルカム状態ですごい嬉しかったです、うん。韓国では何かしましたか。ご飯食べました。やっぱご飯どこ行ってもご飯。ご飯です。美味しかったです。そしてゆきなちゃんの生誕祭が先月の6月29日に開催されたということで、はい、21歳なんですか。21歳になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。抱負とかありますか。抱負は今まで結構ジャパナリズムの最年少で妹みたいな感じのキャラだったんですけど、うんうん、もっと今年はしっかりした20代なので。そうなの。しっかりびっくりしてる。生誕祭のテーマ違いますよ。まだ妹でいたいみたいなテーマでやってましたよ。21になって気が変わってるのかな。確かに。そうかも。楽しみにしてます。はい、そして9月8日には渋谷ストリームホールでワンマンライブの開催が決定しているということで、はい、どんなライブにしたいですか。はい、このワンマンのテーマが一富士二鷹三祭りっていうテーマなんですけど、やっぱジャパナリズムは結構わちゃわちゃ系だったり、すごいお祭りな感じの楽曲が多くて、なのでこのワンマンもみんなでお祭り気分な、あとなんかお祭り来て
誰が行っても楽しいじゃないですか、うん、お祭りって、ね、うん、なので誰が来ても楽しいライブをしたいなと思っております、うん、はい、ありがとうございます、はい、ということでここで再びこれどういうことやねん謎ポストを検証します。イエーイ。次はエリカちゃんのポスト、はい、うん、いいね見えなくなったからいいねしちゃおうとかいいねしてもおしめにバレないねとかそういうのばっか流れてくるぞ。私のツイートに一旦いいね押して検証させてについて逆に検証します。これは結局どういう検証結果になったじゃんか。これはなんか結構